こんにちはコンマタクマでございますお疲れ様ですリアマでございますエンターティー通信第54回でございますドカーンドカーンですねはい。この番組はゲーム実況チャンネルを編集したまるまるが旅立ったメンバーリアマとたくまが日常的な話からゲーム実況の裏側まで喋りたいことを喋りまくる番組でございます 配信サイトはアンカー、Google Podcast、Apple Podcast、Spotify で配信されていますので、お好みのサイトアプリでお楽しみください。また、ヘンタビ通信は毎週水曜22時半から、YouTube ヘンタビチャンネルで公開収録を行っておりますので、お時間あう方はぜひ遊びに来てくださいね。えーえっと、ちょっと諸事情がありまして、はい、<laughs> 実はあの、公開収録じゃないんですよ、今回。うん、で公開収録、毎回ね、YouTube の我々のチャンネルでやってるんですけど、うん ソフトがちょっとバグりまして、はい、収録できなかったんですよ。うん、でたまたま山さんもね、あの、ヘイト大爆発事件があったので、はい、その日お休みだったんですが、まあ、ちょっと今、容態が良くなって、そうね、今、全盛期の2割ぐらいになった。だって最初の <laughs> ヘンタ旅通信第54回あたりからですっごい落ち着いてるの。うん、あ, <laughs> あまり無理はせず、ね、危ないからね、ちょっと落ち着いて今回はしゃべりますけど。と、うんはい、いうことで今回はね、うん、と公開収録ではなく、うん、外での収録になりますので、はいまあ、かといって何かが変わるってこともないんだよね。ないんだけどね。で,で,<は>でも初か。初、そうなんですこの1年。1> <す>ていうか、うん、2>, 2年目、一発目にして <laughs>。 <laughs> <故>イレギュラーらしいっちゃらしいね,ねなんかねそうね我々らしいっちゃらしいよそう,そうなんですよ大丈夫ですか急に喉が爆発したまあ扁桃腺がやられたっていうのでねそうなんかもともと扁桃腺弱くてさ俺はい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 であの今回なったのも「溶連菌」ってやつなんですけどあよく聞くやつだ、うん、あのちっちゃい子がなりがちなやつなんですよこれうん なんか子供の頃俺も幼連菌かかったことあるうん大人になっても俺かかるんすよ幼連菌あそうなのうんで、ね、急にね喉痛くなって、ま、風邪なのかどっちなんだろうなって思って、うん、あの鏡の前で「あー」って口開けてさ <laughs> <laughs> 喉確認したら、うん、あの幼連菌って腫れるだけじゃなくて、うん、白い斑点みたいなのが出るんですよそうらしいねそうで見てあ 終わったってなってこれ抗生物質飲まないと絶対治んないの。うん,うん、うん、でね公開収録水曜日じゃないですかそうですよ。でたまたまよあの木曜日お休みのとこも多いし、うん、なんなら祝日だったのよ木曜日そうねそう祝日だったの <laughs> 絶対やってないじゃんうんあーもうこれ夜間救急ですって思ってうんで腫れるからすごくちょっと 軌道確保もやばくなりつ,つあったからはいはいはいあの油断するとヒューいは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 いもう細くなってねうんやばいと思ってあの多分溶連菌だと思うんですけどうん、なんで個性物質とその検査薬の準備と、まあ、できれば点滴を打っていただきたいのでそれのご準備していただいてよろしいですか今から向かいますって言って <laughs> 夜間救急自分で言って慣れてんな で、な、なんでそう思ったんですかって言って、もうさっきの下りよね、白い判定もあって、前にもなったことあって、うん、ってああ、なるほど、じゃあちょっと検査しますね。予連菌ですって言って、うん。じゃあまあ準備しといたんで、スムーズに。うん、ーッといってで、で、まあ点滴打ったから、ちょっと軌道もある程度確保できたから、お家帰って、そっから薬飲んで、今に至るって感じですね。あのー、その時の公開収録の時かなうん。か、 その次の日のゲーム配信の時かちょっと忘れちゃったんですけど、うん、山部さん抗生物質ってすごいっていうツイートしたらしいねあそうなんかねすっごい怖い <laughs> 薬,薬を持ってさ薬取り上げて「すごい!」って言ってるとなんか中毒症状でも出てんじゃないかなって <laughs> <laughs> ちょっと思うよねって <laughs> なんか怖いなっって思っちゃったなんだっけ抗生物質ってやっぱ最高だなってツイートしたのかな俺 <laughs> 決めてる人のツイートだもん <laughs> いやーねでも最高なんすよ抗生物質っていやまあまあまあだって1日2日で容体がね安定するぐらいだからえだって 1, 1回1回目ね飲んでいやいや飲んで <laughs> あ<の>すごいのよもうそんなに 薬をご利用ししないで <laughs>。え、みんなもうもらいな、構成物質。いや違う違う違う。必要な人が必要な分ものをえるものなの。容量用方を守るものなの。あのね、サウナと同じラインにいるのよ、<laughs> あなた。整うんだわっていう。ももうん、いや、もういいよ、あれ。<laughs> 違う違う。うん、違う違う。そういうものじゃないか、ね。構成物産構成物産やめて。<laughs> サウナみたいに言わないで。<laughs> 最終的に構成物質ハットとか出てくるかもしれないし。 <laughs> 何守んのか分かんないけど <laughs> 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 うんねあの <laughs> 分かってると思うけど念のため言っとくよこういうご時世だからまあまあらね <laughs> あまあね <laughs> ここここ最近さ、うん、そのボケとボケじゃない狭間が分かんなくなってきてああはい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 よく俺が山さんにふっかける流れあるじゃないもう流れとして、はいうん、本気で 止められること多いんだよね最近いやそれはあれじゃないふっかける解像度の高さゆえじゃないそれは誇っていいんじゃない<ー>逆に分かってねえなとだからあのプロレスをプロレスとして見るのも楽しいんだけどうんそれって目が肥えた人たちがプロレスを見慣れてる人たちがプロレスだと思って見てるからそう、ね、じゃうん見たことない人ってプロレスと格闘技とか,か K1 とかねうん 区別つかないのよスポーツとエンタメまあ両方エンタメっちゃエンタメだけど、うん、区別がつかないからあ<ー>そういう人たちにはもう本当にふっかけてるように見えてるっていう演技力の高さをあこっち側のねそう,そうなんかやらせ感を見せてないっていう意味で捉えた方がいいんじゃない逆にああはい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 、うん、ただ常連から言われるからねだからそろそろま,まだまだなんですよ んってない違うもう俺たちも成長してるんだと思うああちょっと俺達<に>超えちゃってる超えちゃってる常にだめだなだついてきてもらわないと,ちょ,とちょっと落とすかレベルをムカ <laughs> つく そうか落とすかこいつムカつくやっぱみんな言った方がいいよこいつい <laughs> 調子乗るらいやちょっと落としちょうから <laughs> 山めちゃう分分だぞ <laughs> これから分かるか俺,、うん、俺本気で行くかもしれないそれ <laughs> 逆に、うん、本気で抗生物質飲ませる治 <laughs> <laughs> <う>した方がいいって何の抗生物質だよ分かんないなんか、えー、なんか飲ませとくあ,あのー、まあ今日これ,これ絶対話しておこうと思った 大事なお話が山さんにはありまして。うん、はい。すごく大事な話です。なるほど。耳の穴かっぽじって脳みそをグリグリにしてスムージーにして一回飲んでから聞いてください。ああ、じゃあちょっと小1時間もらっていいですか <laughs> 小1時間でできるのま、まずあの綿棒で耳の周りきれいにするとこから始めるから。<laughs> えっと、先週やったこと覚えてますでしょうん。記憶にも新しいですよ。うん。山さんにね、チャレンジをしてもらいました。はい。早口言葉ね。山さんの 苦手なホラーゲームを実況するっていう山さんがプレイして実況するっていうのをかけてやりました、うん、僕ねあのネット上でよく言われている「煽っていいのは煽られていいやつ論」あるじゃないですか「いおられ煽ってんだろお前」と「で煽られてひいひい言ってんじゃねえぞ」というやつあるじゃないですかやられたらやり返す倍返しだそんな言葉も流行りましたね山さんに僕に何かチャレンジを 与えてもらえないでしょうかと。なんで逆に頭下げてくんの？いや、なんでって <laughs> いや、ままあのね <laughs> 山さんこういう風な方向に行かないじゃない。あなた優しいからさ。いや,いやさ分かるのよ。わかるんだけど本人がすいません私に何かって頭下げにくるのはちょっとおもろいなと思って。いやちょっと償いよもう。うやった分こっちにもやってくださいよと。なるほど、ね。俺から提案しないとやっぱり山さん なんかね、俺がガード堅いの知ってるから気づいちゃったりいろんなことでね山さんがこう計画するのって大変って言ってたじゃない、うん、だからもう公に俺からお願いすることでやりやすくなるじゃんまあねっていうので俺が苦手なもの、うん、そして公にできるものってのがあるんですよ、うん、ほう。分かりますえってみた 僕はやりたくないんですよ正直正直なところでもまあまあお声はいいただくじゃなですかあげなさいよとか僕「歌ってみた」の枠取れとか言われるんだけど年一でしか絶対やらないっつって年一回だけやってんだけどそうねやってるねゲロホクホゲロホクほどホクホクしとる嫌なんだけどだから「歌ってみた」をあげるという の罰ゲームにして、うん、何か僕にチャレンジをラジオでできるチャレンジを山<ー>さんに考えていただきたいとまあこれがね、あのー、来月になるかもしんないし来週になるかもしんないし分かんないですけど、うん、ちょっとそこはあのー、企画として考えていただければなと。たく馬の歌ってみた投稿」をかけた、えー、チャレンジ前回の山さんのね「早口言葉大乱闘早口言葉バトル」みたいなのを書かせていただければと。うんうんうん 思いますので、ちょっと考えていただければと。なるほどね。さあ、さあ、さあ、さあ。確かに、まあ、そうなると嫌加減は一緒だよね。嫌加減はすごい一緒。うん、もう嫌だ。もう考えるだけで、も身の毛もよだってる。よだつあだよ。よだつあ。身の毛よだつあ。<laughs> ね、確かに嫌さ加減一緒だし、求められてる加減も多分一緒だよね。うん <laughs> 本当ににそそれだだけで視聴者嫌いになりそうだな <laughs> <laughs> 求めないでってずっと思ってるから <laughs> だってリライトだっていまだにいじられるんだよあれはさこれは僕あれだよやっぱいやいや言ってるからっていうのもあるぜうんいやいや言い続けてもう78年だもんそうだら知らないところでずっと反復されてんだよなんかさ <laughs> あの なんだろう俺もね言うタイプだからさリライトするタイプだからさ、うん、俺も <laughs> おおいおっおププンプンプ,ンプンするぞいいのかあの毎度毎度新鮮なリアクションをしていただけるんですよ高松さんって <laughs> 本気で嫌だ <laughs> だから面白がってるっていうところもあるもういいじゃん前のことなんだからさぐらいのでだんだん,なん,なんつうのリアクションが尻すぼみしてったらなんか もういっかってなるんだけど毎回「ーい!」ってくるからあだってさーありがとうございます<う>いつもありがとうございますイベントとかのさ <うん S 2> ワンパンで終わるものならいいじゃん,<う>ん聞こうともやっぱどこでも聞けんだもん今そうねーアマゾンミュージックとかでも聞けんだよ聞けるからねなんか謎のアルバムになんか収録されてるからね <そう S 1> <laughs> 見に覚えのないやつ 昔話したことあると思うけどまあこのラジオで話したか覚えてないんだけどえー、っとニコニコ動画の生放送、うんうん、反公式に企業放送みたいのがあってそこに急に呼ばれてというか、うん、ちょっとたくまと「誰々と誰々行ってきて」って言われて「うんうん、ああかりました」あのこの CD ってその俺の「d i l i t が入ってる CD ね「d i l i t ってもうみんな知ってるじゃんアジアンカフジェネレーションあのカバーですよ。 カそう俺のリライトじゃないアジアカーブジェネレーションのリライトだよ <laughs> ルトのオープニングのリライトだよルトだっけ <laughs> ねでそれが入ってるやつの宣伝兼ねたやつだからっていうので呼ばれていったら、うん、パッて並べられるの目の前にこういう CD が、うん、でてパッて並べられたところにイケメンのなんかイケメン歌ってみたみたいなのがあって何これ <laughs> でパッて後ろ向いたら俺ともう一人と、うん。 あと3人で歌ってるやつが入ってて、はい「うん、<laughs> えこれ入ってるんですか?」って何すかこれ <laughs> 俺イケメンでもねえしそんな枠に入れないでほしいし <laughs> 決して <laughs> <laughs> 決してだディ <laughs> ライトしてほしい <laughs> 本ん<当>に。なんかさそのエピソードも含めてさ綺麗すぎるんだよねディライトが <laughs> だからね <laughs> エピソードとして強すぎるから <laughs> 何年経ってもこれるんだよこのエピソードねえ嫌だしホントにすぎるんだよな嫌な中、うんまあ、ソロでの歌ってみたってことになるよねはいはいはいソロでの歌ってみたをかけたチャレンジを考えていただきたいとなるほど思うわけですよわかりました、まあ、これあの リスナーに媚び売るチャンスだと思うんで僕頑張りますよ。いいバランスにしてよまあいいバランスするよ。ちゃんと、うん、ちゃんとたくまさんもできるけどなんかこ<れ>ね,で,で,ねできすぎるとかってのはちょっとあのね難易度設定が一番大変かな。これで失敗 失敗したらもうしょうがないよなってこっちが思うレベルだよね。そう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 、ね。難しいとこですね。っていうのでちょっとねびっくりしたのが、うん、公開収録じゃないと時間気にしなすぎだね。ねもう半分喋ってるわ <laughs>、えー。お便りを読みいたしましょう。はい、せっかく動画のお話が出てきましたのでメガネの人さんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。高間さんリヤムさんこんばんは。こんばんは。 ンンタビューチャンネルではゲーム実況を上げているお二人ですが山さんの歌ってみたのように個人では踊ってみた動画を動画え投稿サイトなどに投稿されていらっしゃいますよね山さんの歌ってみたのように <laughs> 個人では踊ってみた動画はなんだごちゃごちゃしてるな <laughs> <laughs> まあなんか別の動画をね上げてるよねっていうそうだね <laughs> 個人的にはお二人の踊ってみた動画は j p o p だけではなく えー、ボーカロイド楽曲での動画が多いなというイメージなんですがそこで質問です、うん、お二人は好きなボカロ P さんまたは作品で候補に上がりやすいボカロ P さんはいらっしゃいますか踊ってみた動画やショーケースでは選曲が変わってくると思うのでどちらの場合も聞いてみたいですということでいただいておりますありがとうございますえーとだからボカロの楽曲で好きな ボカロ、P、さん踊ってみた動画やだから踊ってみたとショーケースショーケースっていうのはイベントとかで人前で踊るやつだねでなんか好きな使うので好きなやつ方ーボカロ P さんを選出してみてくださいよっていう感じじゃない、ね、はい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 僕ね両方ともそうなんだけど、うん、えーっとねいやーそうだ木久扇さん ショーケースではすごく気久さんをやったりああ基本的に明るいショーケースはやったりするんだけど、うん、明るいのやった後にバカ暗いことやりたいからみんなの気持ちをぐちゃぐちゃにしたいっていうの <laughs> 俺のショーケースのモットーで木久扇さんと木久扇さんがショーケースだとしたら、うん。 動画だけじゃないんだけど動画ショーケースもそうなんだけど俺が一番好きなボカロ P さんはキノピオ P さんそうね俺は一ちゃん好き昔から僕は大好き、ね、アルバムも買ってるうん今もアルバムも買ってる僕はボ,ボカロ P さんはピノピオ P さんですねうん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 わしかわしな最近なんかソロショーケースがあんまなくてさ 結構ナンバーとか <coughs> の方が多い、うん、から何とも言えんけど俺もどちらかというとその拓真さんと同じで落差つけたいタイプ。うん。え、落差っていうのはあの東南アジアで有名なカレーっぽい美味しいやつだったっけそれ落差っていうのうん、それ落差っていうの。<laughs> そんなようなやつあった気がするけどそれラクサであってるみたいなぐらいの認知だったよ今俺大丈夫あってるよあ,あよかったよかったうん大丈夫大丈夫そのラクサじゃないよあよ<し>あぶんぶん怒るぞ <laughs> どうだ分かりやすいだろう。なんかどっか臓器一個減らしたいなん,なんかどっか一個でいいかな。 自分がもしさ、まあ、踊ってみたら動画とかをソロで今撮るとしたら、うん、またショーケース出るとしたら。そうだねだやっぱ一個はその、うん、キャッチーなやつっていうかちょっとポップなやつを使ったりとかすることが多くて、うん、それこそ俺もピノキオヒッピーさんは使うこともあるし。 とはねでそういうポップなのに対して暗いのでいくとそうだなマレツさんとかうーんまれつさんは「産みたがり」とかそうそうそう「えー、コインロッカーベイビー」とかが、うん、僕が唯一ニコニコ動画でオリジナルの振り付けで上げた筋とかもあげてる方ですね、うん はあの全体的にしっかりなんかおどろおどろしい楽曲が多い、ね、多いねなん,かなんか終始分からん怖いみたいな楽曲を出してる方っていう印象があるんだけど、うん、なんか引き込まれるんですよねあの人はさんって動画一本上げてるのコインロッカーベイビーだろうんうん、うん、いいよねめちゃめちゃ明るいんだけど 結局内容で言うとその時はやってるっていう言い方変だけどさ、うん、なんかいろいろニュースで取り上げられてたんだよねそのコインロッカーの中に赤ちゃん,ちゃんがね置き去りになっててそうで話題になってたところでそういう曲があるしその曲自体の,その歌詞だに日本人じゃなく海外の人として聞いたら、うん、日本語をからない状態でね、うん、明るい曲なんだろうなって思っちゃう そう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 ,そう曲なんだけど内容全部ちゃんと正すとまあひどく暗いというかブラックというかそうねなんかそのなんか相反してる感じが結構好きだったりとかするから具合悪くなる感じそうなんか笑顔で人殴ってるみたいな大きさを感じるというか,なんかそういうのが感じられるからそういうのマまれさんの楽曲を使うっていうこともあるかな なるほどね。たま、うん、れレツさん。あとはシンプルに積木さんが好きですね。あはい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 。うん、あれ、ラグトレインの方ってどなただっけえっとね、漢字の方。誰だっけラグトレイン。ラグトレインってあれ、どなただっけやばい。えっとですね、稲葉くもさん あかな読み方がちょっとわかんないんだけど稲葉さんだね稲葉さんあのシリーズすごい好きいいよねあ稲葉くもりさんりさんむちゃくちゃ好きなんだよねあの人の楽曲もさ何だろう「うん、ハイになりすぎないっていうかさ いう感じでこういろいろ表現していくのすごく心地いいんだよねでもなんか跳ねてんだよね音がそう気持ちいいんだよな,なここ最近あ、うん、そうここ最近だと、うん、えっとねこれなんて読むんだ「ジュンジュンさん」って読むのかな「めぐるめぐる」って書いてえーなんだっけえっとね「完成」とか「漢字」感じで漢字でというかあの出来上がりの完成ねとか「破壊」とか すごい<ー>なんだろうなう,うんとね気持ち,よく気持ち悪いんだよ、ね、ちょっと最近あんまり見ない、うん、その踊ってみたと TikTok とか、うん、ああいうライトを踊ってみたっぽい曲じゃない、うん、えー、時期で言うと「ワールズ・エンド・ダンス・ホール」とかあのスピード感の時代あったじゃん。あそこに近しい時代で すごく好きな、特に完成っていう曲はめちゃめちゃ好きで、まだ YouTube は1万3800人とかの人数なんだけど、<ー>そんな人数で止まんないような人だと思うんだよね。すごい好きです、僕は。ここから上がってくるんじゃないですか、うん、めちゃめちゃ好きだな。この話してたら終わらんぞ、俺たち。うん、もう エンンディング入んなきゃいけないぐらいの時間だけどね <laughs> こういう時もあっていいんじゃないせっかくだしもうこのあとエンディングぐらいのテンションでいこうよ、うん、別にだって前回の変態だって動画見てくださいって話だしさ <laughs> あ言っちゃった動画見てください <laughs>、えー、ちょっとこういう回も1回ぐらいあっていいでしょ2年目1発目だしさまあちょっとね <coughs> ボカロ、P、さんって、うん そのボカロの声聞いただけでなんとなく分かるよねわかるピノキオ P さん俺完全に分かる完全に分かるなんだろうずっ,わっず,ずっと聞いてきてるっていうのとやっぱ特徴ある調教の仕方をしてるっていうのもどっちもあると思うけど、うん、分かるねビクってするもん俺ピノキオ P さんって好きなのが、うん、祭りだ陛下門ぐらいからかなうわあのー、時ぐらいから 他のボカロ P がやんなこやんなかったことをやり始めて、うん、今までであったのってさボカロ P さん本人が歌ってみましたってのはちょこちょこあったじゃない、うん、まあサイタルはそれこそ米津玄師さんとかそうじゃないですか、うん、そうだねもともとハチさんっていう名義でねボカロ P やってて、うん、えっとドーナツホールとかを実際米津玄師名義で歌ったり、うん、アルバムも入ってるしっていうのがあったりする中で ピノキオ P さんの楽曲ですごく好きなのがコーラスとかにピノキオ P さんが入ってくるはい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 で祭りだ平家もそうだしええー、とまあその後の曲結構入ってんだよねそうだねなんかもう入ってて当たり前ぐらいの感覚になってきてるねそうそうでアルバムで「ヒューマン」っていうアルバムがあって、うん、そのアルバムでもうえー、と「腐れ玄道」とか、うん うんとありふれた世界征服とかのヒューマンリミックス、うん、ヒューマンミックスみたいなのがあってそこにも今まではボカロだけの初音ミクだけの声だったのが、うん、そこに、えー、とピノキオ P さんの声が入ってたりしてるミックスがあってリミックスがあったりするんだけどすごく好きでなんだろう今までは歌姫一人がセンターでドンって立ってたのが、うん、こう。 本当ね電気グルーヴみたいな前に歌姫というか、うんえー、初音ミクがいて後ろの DJ ブースにピノキオピーさんがいてそこの横にマイクがにょってなってて一緒にライブやってる感がねむちゃくちゃ好きでさねなんかちょっとさあボーカロイドっていうソフトとなんか向き合って歌ってる感じがするよねそう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 ん、ね、あれよねすっごい好きなんだよね わかる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 っかるわかるうかるわ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 かでわかる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 わかうわかる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 わ 前回のヘンタビこのコーナーは先週アプローされたヘンタビーのゲーム実況の裏話や思い出を語ります。語りま,す語ります、はい、はい、えーっと、前回が前回がというか、今回ピックアップしたのが、集まれチャンネル番の森これだな、これだわ。<えー S 1> これだよ。大問題、大問題。<laughs> になっってしまった僕のたくまのソロ実況のシリーズなんだけど実を言うとこの日、うん、今収録,、えー、収録をしている日が2月24日「うん、ザ・フォレスト」の最新作が <laughs> 発売された日なんですよ「そうなんですよねサンズ・オブ、えー・ザ・フォレスト」が発売されまして実はこの収録の前に僕収録してきたんですよ。お まあサバイバルゲームですホラーのはいで、えー、僕も知らなかったんですけど配信とかでやってらっしゃる方もいましたし、うん、何の問題もないと思ってやってたら急におっぱいを丸出しにした食人族が襲ってきましてニュ、えーに乳のリンもビンってこう <laughs> ちゃんと描かれてる、ね、しっかりと描かれているね食人族の方がご来店されましてですね、うん、で結果その概要欄とかにうん ほろりみたいな、うん、書いたらなんか分かんないけど急にね再生数がギュンギュンギュンってなって <laughs>、まあ、まあまあまああ他の方に比べたらそんなね当,当社費を、うん、当社費ギュンギュンギュンってなって一体何が起こったのかとそしたらツイあの YouTube ってえらいもんでねこの動画はこういう検索で引っかかった時に見ら、えー、クリックされてますよとか出てくるのね。はい 一番多かったのがティックトッカーポロリだったから <laughs> <laughs> お前ら何検索してんだよ。何検索して、なんであのサムネイルでクリックしようと思ったんだよ。あ,あと YouTube でポロリ動画探すな。<laughs> 本当だよフ。ァンザいけファンザ <laughs> あとティックトッカーは食人族じゃないぞ。<laughs> <laughs> 本当だよ。やらんい。集まれチャンネル万の森って言っちゃった。 ね、タイトルでやってポロリって概要欄に書いたらまあそればっかりで,です検索されてて <laughs> びっくりするよねねえほんとに本当男子ってやだ」ほんとやだでモザイクかけて、まあ、モザイク処理してるんでバンされることはないんですけど、うん、ねちゃんとしっかりとしたモザイクをかけて見えないようにしてますんでご安心して見て頂ければと思いますで「ザポレストの方も、うん、今あの配信で最後まで、うん 行こうっていうもう次回作出ちゃったから、うん、ええー、平行線というか平行してやってるんですけど、うん、まあそろそろっていうか「ザ・フォレスト」終わる前に収録しちゃったんだよねまあそういうことだよね <laughs> そうなのでただね怖いですね両方ねもうもしかしたらもうこの現時点で「サンズ・オブ・ザ・フォレスト」は動画上がってるかもしれないので是非、うん、見てくださいあのね ヘルビンっていうキャラクターがいるんですけど、はい、マジで意味わかんないから <laughs> <laughs> 意味わかんないんで意味わかんないから <laughs> そこも楽しんでいただけたら、まあ、ホラー要素もいっぱいあるので、うんえー、精神的に追い込まれてます頑張れはい <laughs> 今収録時間四十分超えようとしてるんだよ。変態だね。あの、風邪かしならエロかし。うんだってお前ら分かってねえな、<laughs> マジで。ご唱和ください。変態。さ、そろそろお時間の方が迫ってまいりました。<laughs> 迫ってるというかだな。<laughs> ええー、言い直しましょうか。はい。ええー、すでに時間が <laughs>。超えておりました。<laughs> はい。<laughs> え最後お便りお読みいたしたい思いお読みいたしたいと思います。<laughs> どうなんだ今マル？読みます。<laughs> <laughs> はい。えー、それぽいラジオネームさんからお便りいただいてる。これリヤマさんリヤマさん<え>これ僕が読むやつだよ。あはい。お久しぶりです。リヤマさんこれ歌ってろコーナー。あーそういうこと？えこれはねリヤマさんに歌ってみたを。 あげてほしいというお声が多いので、うん、不定期で送ってもらったやつをたまに紹介するっていう、はいえー、気分やコーナーでございまして。こんなところで差し込まれると思ってなかった、えー。それっぽいラジオネームさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。たくまさん、りあまさん、りあまさんのお母さん、こんばんは。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 今日はりあまさんにぜひ歌っていただきたい曲があって、あ、ぜひお母様も座っていただいて。 ご即労いただいてありがとうございますなんでこれで読んだのあ,りありがとうございますすよ。今回リマさんに歌っていただきたいのは <laughs> イトマーのおよずれ人ですはい。今回は歌詞がどうとかごたくは並べません聞いた瞬間にリマさんにリクエストしなくてはと思ったのでお送りいたしましたぜひリマさんの声で聞きたいただそれだけでございます お母様もどうかお許しいただければと思います。だそうです。あれなんか聞いたことあるような芸風の方だな、うちの母親。あと、なんでちょっと常に半んぺ口にくわえてるみたいな喋り方してんの <laughs> この人。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと寄せに来たしさ。うん <laughs> お母様太夫 <laughs> お母様は太夫じゃない <laughs>、うん、残念ながらお譲れ人って知ってます知らない初耳です僕も知らないんですよすっかり聞くのも焦ってたんですよ <laughs> 一番なんていうのっ、まあ、ぽいなっていうところで、うん、ええー、山さんがこれ聞いてみて、うん、やろっかなみたいな思ったら上がるからみんなどんどんリクエストすればいいと思うよ <laughs> もう母さん帰ってくれ。ちきしょう。はい、すいません。さわお探せしましたうちの母が。ねえ、今あの勝手に入れないでラジオに。<laughs> いや、呼ばれたから来たんだよ。山さん気をつけて。断るときは断んなきゃダメ。たとえお母さんでも。<laughs> 知ってます。<laughs> <laughs> ちゃんとやろう。<laughs> インフォメーションはちゃんとやろう。えー、この番組では、皆さんからのお便りもお待ちしております。投稿方法は、アンカーのサイト、二人のツイッター、投稿フォーム、掲載されておりますので、お気軽に投稿してください。また、ヘ富田通信スピンオフ企画である、ソウルラジオも当チャンネルにて更新中。次回はたくまの各州のお便りを更新予定。 さらにンアンカーのサイトや2人のツイッター y o u t u b e チャンネルの概要に URL 掲載しておりますのでぜひチェックしてみてくださいそれでは次の動画配信ポッドキャストでお会いいたしましょうお会いいやったこまでございました山で,でございましたそれでは皆さんまた来週また来週